天章というのは宮城長純先生が創作された方ですので、実は時代によって天章も相当違うんですよ。でいわゆる最初の三鎮のこれがあるところ、それがこれがなくて最初からこれに入るところ、それはその当時創作時代に何回かに分けてやって、で私どものところは最初の三鎮の月が入ります。月を入れております。でこの部分からでも昔はこういうのもスーパーリンペのこれも入れられた時期もあったそうですけど、今現在これ抜かれてます。で抜かれた形でこの手の形をしっかり身につけるようにされたら、これから先 の技の稽古につながりますので、天章はレベルが上がったら天章、初心者は三鎮という形で区別されて、上級者はできるだけ天章を稽古するようにされてください。でそれでは一緒にやってみます。はい、気をつけ。はい、天章用意。はい、開いて。はい、前。はい、左引く。はい、出す。はい、戻す。はい、前。はい、右引く。はい、出す。はい、戻す。はい、前。はい、引く。はい、出す。はい、引き取って。はい、手を返して。はい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 、前。はい、返して。はい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 、前。はい、返して。はい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 、下がって。はい。はい。はい、下がる。はい、下がって。はい。ここのところの呼吸が、それから肘が横向いたらダメね。肘は必ず下向くようにして。で肝心なのはそこです。これもここに持ってきます。で本来この後傾だけが他のところのものとこの呼吸法が違うんですよ。長谷川先生ちょっとここやってみて。はい、この部分ね、決まる瞬間これもう一回息吸ってごらん。いいですか。こちら。だから、この瞬間の呼吸の使い方が、普通は息を吐くときに力を取りますよね。これだけは息を吸いながら力を取る。それができるようにちょっと工夫してくださいね。息を吸いながら力を取る。力を取る。そう。そうそうそう。だからこれをハーってあげて、はい、吸う呼吸で抱きかけできるように工夫してください。通常吸う呼吸で抱きかけほとんどできません。多分ターっていう形で。吐くのが普通ですね。これは私の師匠の徳地誠吉です。最後の一瞬に吸えという僕恐れて最初できなかったです。そうだからゆっくり吸って決める瞬間に短く吸うとくするんですよ。だからこれからだったら
そう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 。だからそうすると、普通、はーっと吐いてついた場合は、次、吸わないと打撃できないでしょ。でもこれは吸いながら打撃する技を覚えたら、次の打撃はもっと早く出るはずなんです。でそのための工夫がこの中に、テンションの中にありますの で、これをやってるのは僕らだけかもしれません。他のところやってるかどうかは分からないけど、私は私の師匠からそう学びましたので、これをとりあえずここに来られてる人に課題として預けておきますので、できるように工夫されてみてください。だから、一応、この時、吐く打撃じゃなくて、吸う打撃を稽古してみること。本来の五十流というのは、ここからつくのは胸から上だけなんですよね。下つくときはここからつくんです、本来は。ただ、肩としてやるときは、一応ここからついてますけど、私ども、いや、人と戦うときは、下段つくときはわざわざ上からつく必要は何もない。だから構えてる位置からつけないとダメだし、だから天章のこの部分も、ここじゃないんですよね。ここで取るんです。これからです。そう。他のところは全部ここですけど、下段で下げるときだけはあばらの位置から、あばらの下の位置から。ですから、もろ手突き、この時こうじゃなくて、こうじゃないとダメなの。この突きはこう、この突きはここからしか出さないといけないんです。そう。これはわざわざこっちからこうはつかないんですよね。だから位置が高いとか位置が低いとかいう形もありますけど、あれあくまでも型としてそれをやってるけど、実際には一番最短距離をつけるような形で自分で工夫されることです。構えの位置からいつもつけるように、引いてからつくんじゃない、引いてからつくのは筋肉作り、基礎作りだと思ってやって、しっかりやってください。型でもそうです。型の中の動きもこうやっては取り手の入る基礎的な動きがあるのかありますけど、実際にはその通り動くんじゃなくて、それを今度頬と組み合わせて動きますから、技が引っかかるんだって。だからこれが型ができたから全部できるという限りません。型は実際に動くための基礎的な筋肉を作ってますけど、実際の動きとは若干違いが出てます。ということは、相手は固定してないから、肩は相手がそこにいるという前提条件でやっていますけど、実際の人間は動きますのでね、動いてない相手を捉えるということは、そういうことです。定位置稽古というのはあくまで肩にしても全部動きの筋肉の基礎作りをやっているということだけしっかり身につけてやってください。そうじゃないと肩が死にますよ。せっかく肩をやったので、次は実際の動きどうか、例えば一番最初に五十流で学ぶのは、要するに撃砕師という肩があります。こう取りますね。でもこの中でものすごく重要なこの足さばきを教えてるんですよ。これ通常ですね、表の分解でやるときちょっと普通どれやってみよう。いいよ、構えて右前、うん、普通こういう分解が一番多いんですよ。上段突き下がって中段突き、中段受け、はい、下段突き、仕事して一般的にこういう分解よくやります。間違いじゃない、そういう筋肉を作るというの。でも実際の動きだったら普通に構えて、中で来たらここに動くためのものを肩の中でこう教えてるんだよね。だから肩のこの足の動きは何のためにやってるかということを分かってやれば本当に生きてきますけど、肩通り真後ろに下がるというのが肩だとしたら、それこそ肩なんかやらない方がいい。ただ肩の中で何を教えてるかとしっかり覚えていてほしいんです。今のものをこう踏み込んでやってもポンとこう、だからですから肩の中でポンと動くというこの部分なんですよ。他のものでも全部そうです。例えばサイファーがこう斜めに出てこう入る、あれは掴まれた側の手の方向に足を踏み出すということを教えます。ですから左手で右手を捕まえてきたら、この足の方向にこれを踏み出していきますよという形を肩の上で教えています。でこう入ったら、次は肩では自分の手を捕まえますけど、あれは一人稽古だから自分の手を捕まえる、実際の場合は相手の手を捕まえる。ですからこう捕まえているのは実際にここを取ってる。でこれがありますから、肩通り動いたとしても技が効果がっちゃうわけですね。だから肩の中で教えているのは全部そうです。これを逆にこう取ってみて、こう取っても一緒です。肩はこうなります。
でも自分の何のために自分の手を捕まえて、自分の手を捕まえちゃダメ。相手の手を捕まえると技が来る。こうなったら肩と同じ体勢でしょ。肩もパーンってやってる。だからこれもしっかりこう取ってる。これもね。でパーンってそのまま投げればいいわけです。だから肩の中で何を教えてるかというと、しっかりそこでいろんな肩がありますので、肩が何を教えたいのか、肩で何を身につけるかと、しっかりわきまえた上で稽古されてください。それぞれの流派にそれぞれ素晴らしい方があります。松濤館の先生方もいるだろうし、首藤流もいます。で、フルコンから来てる人たちもいます。それぞれのところにそれぞれの方があります。で、その方が何を教え、意味してるか、しっかりそれをわきまえて、自分で稽古されると、肩は生きてきます。で、ただ、段級審査のために覚えるだけの方だったら、はっきり言いますけど、僕はやらない方がいいと思ってる。どの競技でも結構なんです。とにかく相対して相手との間合い、相手との、そして自分の間合い、そういったものをきちんとつかみながらやっていくと。で、私と新庄君では間合い相当違います。私が競技やらなくなってから、僕は競技の間合いを全部捨ててますので、全部そういう間合いでしか僕はできません。ただ競技関係の前じゃないもんだから、私なら、ね、10組でやりづらいんですよ。目をつぶしたりとか、そんな変なことばかりやってますので、投げるときも顎を突き上げながら投げてみたりとか、そういうことは平気でやってます。だからただこれは現実に肩の中にある技術をそのままどう使いこなすかと自分で稽古している、それが出てきているもんだと思っています。